はい、最近何を練習しているかというと、もうポイントは左肩です。まあいろいろと試行錯誤して、まあまあ、 自分のイメージ通りに、振れるようになってきたんですけども、やっぱりその左肩の使い方で、やっぱりスピードもそうですし、まあこのクラブがボールに入るポイントもちょっと決まってくるので、今左肩を気をつけて練習をしています。というのは、まあこれ散々、まあチラチラとこのハイスペックゴルフの動画でも指摘はしているんですけれども、このインパクト付近の時にですね、やっぱりこのまあバックスイングで、この時左の肩甲骨がまあこっちの前方にスライドしているんですけれども、この肩甲骨がですね、まあダウンスイングに落ちて少しまあ後ろの方にずれていくわけです。でここまで来た時に何が起こるか、ここからどうするか、まあここからですね、このハーフウェイダウンから、まあ、右肘をリリースしてボールを捉えるんですけれども、まあ、単にこれだけだと、ダフってしまいます。でそこで何が起こっているかというと、この左肩甲骨の上昇というものが起こっていて、その上昇によってこのちょうどこの高さに揃うこのクラブが、ボールのちょうどいいところに落ちるし、まあ、加速するとこの肩甲骨がぐっと前にこの時点で出てきている肩甲骨が、まあ、この時点でももうこの時点でも少し上昇始めてますけど、さらに上昇してボールを捉えると。でこの左肩の上昇が、まあ、大事だということは、僕は左打ちした時にちょっと気づいたんですよね。藤誠プロの、ところで球の練習場でしたけど、左打ちをさせてもらった時に、左用のクラブでね、やっぱりこの右肩をこうクッとこう上げてクラブの通り道を作らないとうまく打てなかったんですよ。その遠心力がちゃんと働かないっていうか、やっぱり 右の肩がうまくこう上にどいてあげることで、このヒュッとこうクラブを振り抜けるということが分かったので、だったらまあ右打ちでやっても同じだなと、右打ちの場合は左の肩が大事だなということに気づいて、でまあもともと藤井プロもそういうアドバイスをくれてましたし、まあ、最近アガトールプロも、吉田和孝プロも、まあ、同じことを言います。やっぱり左の肩甲骨がインパクトで、上昇することによって、その、コックが、ためが解かれてボールを捉えるという、まあ、このメカニズムというのは、まあ、これだけプロが口を揃えて言っているので、まあ、確かだと思いますし、まあ、自分も練習していてかなり実感をしているので、まあ、これはまあ間違っていないと思います。まあ、実際ねこれに言及している人は、まあ、あんまりほとんどいないですけどね。まあ、ですがやっぱり自分のショットのクオリティを上げるためには、やっぱりまずバックスイングで肩甲骨を前に出して、でしっかりとインパクトで引き上げるという、まあ、ことを、まあ、やろうということで今練習をしているわけです。はい、さてと、まあ、まずバックスイングで肩甲骨をグイッと出して、で上げて打つと、ね、でこの左肩甲骨を上げるんですけれども、クラブはダウンブローに入るというのがミソなんです。この左の上げる動き、まあ、テコの原理が働いてますから、上げる動きとクラブが下がる原理っていうのは、まあ、違う方向のベクトルを持つということですね。なので左肩が上がっているからといってすくい打ちになるわけではありません。さあいきます。ちょっとダフりましたね。やっぱり今左肩の上昇が甘いということになります。まあこんな感じですね。まあ、これが身につくように、またコツコツ練習していきたいと思います。